毎週火曜日はお役立ちよかようご飯。忙しい夏休み、子どものお昼どうしよう。今回は子どもと一緒にチャレンジ、簡単時短なナポリタンを作ります。今日教えていただくのは管理栄養士の中村文子さんです。よろしくお願いいたします。夏休みに入って10日が過ぎました、はい、毎日ご飯、主婦の皆さん、もうお母様もお父様も悩むでしょう。今日は簡単時短なナポリタン、ね、ぜひ教えてください、はい、今日ははい、子どもさんと一緒に作られる簡単で時短のナポリタンを作りたいと思います、うん、はい、夏休みのお助けレシピですね、はい、はい、お願いします、はい、まずはどうしましょう、はい、材料ですけれども、はい、ウインナーですね、うん、これはもう斜め切りにしておいてください、はい、次に玉ねぎですけれども、これも細く切っておきます、はい、あとしめじは石突きの方を取って小房に分けておいてください、はい、あとピーマンはヘタと種を取って、これも5ミリぐらいの幅に切っておいてください、はい、材料はこれだけ、これだけです、はいはい、ではまずどうしましょうか、はい、まずですね、はい、オリーブオイル、これはサラダ油でも結構ですけれども、はい、まずフライパンで入れておきます。オリーブオイル入りましたね、はい、そしてニンニクですね、はい、ニンニク、はい、を入れて、ニンニク入れてから火を、まあ、少し弱めていく感じですね、はいはい、で香りが立ってきたら、はい、いい香りがニンニクの、はいはい、早速あもうウインナーと、はい、キャベツじゃなくて玉ねぎさんですよ。玉ねぎを入れていきます、はい、夏でねお疲れでしょうね、はいはいはい、そうです、玉ねぎ、はい、あと桜してます、いろんなお野菜入れてもよさそうですね、はい、うん、はい、はい、入れていきます。でこれをですね、はい、玉ねぎが少し外側が透き通るくらいまで炒めてください。はい、分かりました、はい、まあ、今どんなお野菜でもと私言ってしまったんですが、はい、例えばどんなお野菜ありますか。そうですね、はい、玉ねぎは絶対入れた方がいいと思うんですけれども、うん、あとですね、はい、ピーマンが嫌いな子どもさんは、うちのキャベツとか、はい、もう家にあるもので大丈夫です。代用ができるんですね、はい、どんなお野菜でも、人参とかでもいいですね。そうですね、うん、はい、なるほど。ウインナーは大好きなんですが、ウインナーもいろんな、そうですね、ハムとかあとベーコンとかでお肉でも大丈夫ですよ、はい、はい、はい、だいたい透き通ってきたら、うん、ね、この次に、はい、しめじ、しめじ、はい、と、はい、ピーマンですね、はい、はい、ピーマンを入れます、はい、もう同時に入れている感じでいいんですね、はい、これで、はい、油が馴染むまで入れますね、はい、うん、炒めますね、はい、はい、もういい香りがね、ニンニクも入ってますけれども、ね、バターが入ってないけどもいい香りが入ってますね、はい、きますね、うん、ですか、もうちょっとかな、はい、いやでも悩むんですよね、毎日ご飯どうしよう、もう簡単に作れるのがいいなって思いながらも毎日悩んでおります、はいはい、そして、はい、次は、はこれにあ お水ですね、はい、400cc で加えます、はい、今日は 400cc2 カップ入りました、はい、はい、そしてこれが茹だってくるまで待って、うん、今日は、はい、早茹でのスパゲティをちょっと入れたいと思います。早茹でのスパゲティ、はい、今いろんなスパゲティありますかね、はい、うん、はい、ここが、はい、よかよポイントです。茹だってきたらですね、はい、ここにこういう風にフライパンの長、はい、入るぐらいの長さにして入れていきますね、はい、はい、これは今麺を入れましたが、はい、これはどこがよかよポイントになりますか。ちょっと最初だけこういう風に外しながら、はい、くっつかないように入れてください。はい、分かりました。じゃあ、はい、コマーシャルの後、はい、仕上げてまいります。楽しみ。今日は簡単時短のフライパン一つでできちゃうナポリタンを中村さんに教えていただいております、はい、コマーシャルの間に麺を茹でておりますが、はい、はい、割と、うん、ね、もうちょっとかなっていう感じ、ね、もうちょっとかなっていうくらいで、これ今お水、はい、今日入れてますけれども、はい、お水以外でも、あ、そうですね、はい、トマトジュースとかトマトの水煮缶がありますよね、カットトマトの、はい、うんうん、ああいうものを入れる場合は入れても大丈夫なんですけど、お水の代わりに入れてください。お水の代わりにトマトジュースを入れてもいい、はいはい、そして麺今日はね、はい、3分という早茹でのものを使っているんですが、はいはい、
あのですね、これ普通 のスパゲティの麺でも大丈夫です。その代わりちょっと今日も味見をしてもらいたいんですけど、一回こう味を見て硬さを見て、そしてもうちょっとだなという時はまたあの1カップぐらいのお水を加えて、あのちょっと長めにしていただければいい。とにかくあの麺をいちいち確認してください。わかりました。いい感じに仕上がってきました。調味料の方教えてください。はい、調味料はまずケチャップですね。ケチャップ、はい、はい、大さじ3、はい、入りました。次にソースですね。ウスターソースですね、はい、これウスターソース以外でも代用できますか？そうですね、あの、はい、醤油でも、あ、お醤油でも結構ですし、あの、はい、お家にある調味料でお好きなもの入れてください。オイスターソースとか、はい、そうですね、ものでも大丈夫、はい、そして塩コショウが今入りました。あとはもう炒め合わせるだけです、はい、あ、もうこれで、はい、あっという間にできちゃいますね。そうですね、水気が飛べば大丈夫です、はいはい、さあこのまま炒めて、はい、このあと粉チーズをかけたら完成です。今日は夏休みのお昼にもパパッと時短簡単ナポリタンを作りました。